はじめまして、ひろみです。今はフリーランスで美容師をやっています。大敵とは美容学生から始まってバイト先まで一緒で、前者の美容室でも一緒だった同期なんですけれども、たまに飲みに行ったりもするいい関係を築いております。色の大敵です。今日は対談ということで、ちょっとこの3人でやらせていただきます。はい、振付家演出家のルーです。よろしくお願いします。はい、本当に一ファンでお世話になってます。なんか追い込まれた時なんですよ。追い込まれた時に、発想が出てくるから、基本的にその自分の力を発揮しなきゃいけないタイミングとかスケジュールを自分で決めて、そこに向けて、作品作りをしていく中で、まあ、どんどんこう期間迫ってくるじゃないですか。そういうあえて迫ってくる期間っていうのを自分で設けて、焦らせて寝れないぐらいこうわーっていう感じになった時に結構新しい発想生まれてくるので、なんか結構簡単ってよりかは精神的に自分をちょっと追い込んだ時に出てくることの方が多いかなって感じです。それもあるけど、逆にリラックスしてる時とかすごい自然から、なんか自然のものって美しいなとかすごい思ってて、なんか見てるだけで、なんで自然界でこの色なんだろうとか、お花とか空とかもそうなんだけど、なんかそういうところからナチュラルの中で凄さを感じて、そこがまあ自分にとってはそのインスピレーションの場所だったりとか、美容師さんだとまあ基本的に髪の毛を作っていくって感じなんですけど、まあそれがいかにこうナチュラルに見せていくのかとか、なんかそういう方向に自分の中では落とし込まれると思うので、まあ自然界から発想を生まれることすごく多いです。色とか形もそうです。じゃあ逆に新しい発想はどうやって生まれる？常に追い込まれてるっていうのもありますし、まあ、ルースの方が全然忙しいですけど、なんか僕もなんか撮影とかセミナーとかもいろいろやっぱり詰め詰めで、サロンワークもやっぱ自分が一番やんなきゃいけない立場なんで、やらなきゃみたいな感じなんで、追い込まれてるっちゃ追い込まれてるんですけど、自分が何かをこう表現するときにあんまり焦りとかないというか、さっきヒロミ言ってたけど、やっぱ自然の何かとかそういうのを受けてとか他の人って見ないと思うんですよね。だからなんか自分は何かしらを見て多分表現したいってこう頭に浮かんでくるものだから、あまりこう誰かがあれやってたからなとか、そういう余計なことはあんま考えてないですね。自分が何やりたいかっていうことと、まあ、その新しい発想とか、まあ、まずはもう本当に自分の表現するクオリティだけはしっかりこう何て言うんですか、保ちたいというか、そこだけにやっぱプライドを持ってるから、なんか自分の発信するものが誰も見たことないものかっていうよりかは、自分が発信してる時点でもうオリジナルっていうプライドを持ってやってるんで、それの、まあ、クオリティ、何を自分が選べるかっていうなんかセンスだったりとか、そこだけはこうなんか研ぎ澄ましたいなっていう、その美意識的な部分で。なんか何でも選べちゃうから、なんか新しいものとかそういうなんか人と違いを作るっていうよりかは、まあ、自分が何を選んで表現したことがどう評価されるかっていうものの方がこう自分は興味があるし、なんか面白いなっていう。いやでも逆になんかルーさんぐらいのクラスに行った時に、なんかその頼まれる希望も違うじゃないですか。例えばなんかもう分からない、ダンスとかの発想とかもう分からない、何見てんだろうみたいな。でも私もやっぱり前よりも作るのが上手くなりたいっていう感じだから、振り付けにしても、上手くなりたいって向上心しかないから、でもやっぱり自分に結構影響されることは多いですね、昔の自分に。うん、昔作ったものとかにあの時こんな作りも載せたんだって言って、それよりもやっぱ上手くなりたいなと思ってブラッシュアップする、レベルアップすることが多いかな。だからあんまり私も他の人に影響とかされなくて、自分、昔の自分に影響されてるとか。昔の自分が作ったものって、うん、今見てもやっぱりかっこいいと思います、うん、あでもそれは素晴らしい、うん、なんかだんだん美容師とかだと、まあ、まだ私たちも歴が10年経ってないぐらい、うん、だからか分かんないですけど、多分昔やったもの徐々に成長していくから、あの時こうだったなあだったなって思うんですけど、まあ、そこまでいけてるのがまずすごい。いやもちろん雑な部分だったり、なんかあここもっとこうすればよかったなって部分もあるけど、なんかそれはそれでいいんですよね。雑な部分とか、なんだろう、気持ちでこう一直線にいってる部分だったり、なんか今じゃ逆にできないことをやっぱ昔はやってるから、
あと気持ちの面でやっぱりなんか今よりピュアじゃないですか、若い時の方が。その時に作ったものってなんか今逆に作れないから、見てて自分もあーなんか本当に今よりももしかしたら頑張ってたかもしれないし、なんかそういう自分になんか結構影響を受けたりして、だからあんま人にっていうかやっぱ自分に、うん、超えたいなって感じ。例えば僕らで言うと美容師さんも、うん、やっぱ新しいものをみんな作りたいと思ってるかもしれないし、上手くなりたいと思ってない人いないじゃないですか。でもリュウさんその中でもこうなんか世界大会出て優勝したりとか、うん、同じことやってるのにクオリティが例えば違ってるわけじゃないですか、多分そこで評価を受けてるってことは、うん、それは何でなのかって、何が違うっていう、なんだろう。でもやっぱ負けた数も多かったから、挑戦してきた数も違くて、で負けてへこんだ数が多いから、それをなんかずっと根に持ってて、私2歳からダンスやってるんですけど、こんなダンスの人生を送ってて、なんか一回世界一になれないとか、なんか本当へぼいなって思って、なんかダンス人生こんな送ってんなら人生で一回ぐらい世界一取りたいなって思ってたのもあるし、でもやっぱそういう風に強い自分と全然自信がない自分っていうのはもう常にこう一緒にいて、やっぱりこう周りの支えとか親の育て方っていうかとかがやっぱ世界一まで持ってったなっていうのはすごく思うんで、こう私自信もある時もあるけどない時もすごいあるから、そういう時にできるよっていう本当に周りのサポートでさらにこう加速して世界に向けていけたかなって感じだから、結構周りがすごい熱い子っていうか頑張れる子がいっぱい揃ったなっていう感じですね。強いですね。いや世界に行こうなんてまず発想がねそう、高校1年生の時に日本一取ってて、あ、そう、そう、でもやっぱ私ダンサーなんですけど、そんなにダンススキルがなんかすごいあるタイプじゃないんですよ。やっぱダンススキルがある子って山ほど世界にも日本にもいっぱいいるんで、なんかそこじゃ勝てないなってやっぱ思ったんですよね。だから私は結構その作品作りだったりコレオグラフィーの部分では負けないってそこは思ったから、そこを極めて、まあ、自分もしっかりスキル磨くけどそこを極めていきたいって思ったから、多分人それぞれなんか向き不向きとかその分野の中でもあるじゃないですか。でそこで自分に、まあ、とにかく合うものだったりとかを探してそこで極めたタイプなので、こうダンスの部分ではもちろん頑張ってきたけど、なんか本当に上手い人って山ほどいるから、なんかそこでじゃあ自分がダンサーとしてもそうだし名前を挙げていくには何をすればいいのかなって思った時に、まあ、振り付けだったのかなっていう感じですね。世界チャンピオンですからね。行ってみて、なんか行きたいとは思いますけどね。結局日本でやってることを海外でやっても相手にしてる人がまあ変わって、多分いろいろ自分もこう難しさだったりとか、まあ、カルチャーの部分で難しさ感じると思うんですけど、でも何よりもやっぱりこうスケールの違い、だからパッと見てやっぱ全然違うよね、海外のスケールって。やっぱそのファッションの撮影とかも、まあ、向こうでやってる人とかの話聞いてもやっぱもう比べ物にならないんですよ、スケールが。だからそれをはやってみたいなっていう、そのなんか美容師としてなんかそういうところのスケールっていうのは大きい小さいではないと思うんですけど、なんかそういうものを感じたいって今も思ってるんで、もともとロンドンとかベルリンの方、ヨーロッパの方に行きたかったんですけど、まあコロナで行けなくなって、結局なんで行きたいかってなった時に、まあ知らないことは知っておきたいんですよね。その知らない土地の空気を吸って、まあ、そのいる人たち、違う文化で生活している人たちが、まあ、どういうファッションをしてどういう生活をしてって、各国それぞれ、まあ、日本でも地域によって違うと思うんですけども、やっぱ違うところで育っている人は違う、こう香りというか空気感あるじゃないですか。そういうのを知った上でヘアスタイルを自分が作っていくのと、まあ、今いる自分のお客さんしか知らないで部屋を作っていくのだと、こう感覚が違う。そのファッションに関してもカルチャーに関しても、まあ、パーソナルな部分に関してもやっぱり感覚が違ってくると思うから、知らないものを知ることで絶対人は豊かになるし、まあ、そういうのを単純に知りたいし感じたいから海外はやっぱ今でも行きたいんで、まあ、最終的には拠点をいくつか、その日本踏まえて、まあ、日本と3つぐらいは置きたいかなっていうふうには思ってます。今日のコツ。
向いてる向いてないですか、うん、やり続けられないみたいな、余計なこと考えすぎて、いくらやってもやっぱりこう見てもらえなかったりとか評価受けられなくて、やってるやつがずっとやってるとずっとそいつが伸びてくる。